オリンピックスタジアムは韓国の韓ン,ンドピョンチャン郡に建設された仮設のスタジアムである。2018年ピョンチャンオリンピックとピョンチャンパラリンピックの会閉会式が行われた。2016年6月から建設が進められ、28,300平方メートルの敷地に約1,200億ウォンの事業費をかけて2017年9月に完成した。 3万5000席の観客席と7階規模の本館棟を備えている。上から見ると五角形をしており、ピョンチャン五輪が掲げる文化、経済、情報通信技術、環境、平和といった目標を象徴している。仮設スタジアムとして建設されたため、大会終了後は観客席など施設は解体され、跡地は公園場として活用される予定。 同スタジアムは屋根と外壁がないため、防寒性の問題が懸念されている。2017年11月5日、K-POP のコンサートで観客十数人が低体温症になり、病院に運ばれた。五輪の会、閉会式総監督を務める孫孫ンンファンによると、選手たちが入場する40から50分間は、観客たちも立ち上がって、一緒にダンスを踊り、 簡単な打楽器を叩きながら、寒さをしのげるように準備していると説明した。ピョンチャンオリンピック・パラリンピック期間中は、観客シャトルバスでのみ、来場可能で、シャトルバスは、最寄り駅のチンフ駅とチンフ駐車場から運行された。2018年3月19日以降は、横系市街バスターミナルから徒歩10分程度。ありがとうございます。